コロナ禍になってからというもの、仕事は目。ルやチャット、オンライン会議が主流、プライ。とは LINE や SNS でコミュニケーションが完結して、舞う世の中になった誰とも会わずに人一が十。り、他人が何をやっているのかわからない日々。続いている。すると、ある時ふと気づくこと。 ある自分自身のアリバイを証明することが、ロナ前よりも難しくなったのだリモート。区で残業していても、目撃者がいないので、とうに深夜まで働いていたかどうかを証明す。すべがないパートナーに浮気を疑われても、あ、つは俺と一緒にいたよと証言してくれるそう。がいないちょっとした瞬間に意外に困って、 待った人もいるのではないだろうか。直接的。目撃証言が減ってしまった今、事実を証明で。ルノはデジタルデータしかないメールやち。と、LINE や SNS などの記録が、コロナ禍で自分の行動、発言を唯一証明できる証拠となる。しかし、で、タルデータは、 簡単に改ざんできてしまう弱、お持つ削除ボタンをクリックするだけでしょう。のメールはすべて消えてしまうドット SNS の文面も素人、も簡単に加工することができるデジタルで、他が確実な証拠となる一方、無関係な人まで、事件に巻き込んでしまう可能性も出てきて、舞う。 そのような不安定なデジタルデータを、さ、解析するのがデジタルフォレンジック、いう技術であるフォレンジックとは、法定の、法的に有効なという意味で、パソコンやスマ、の記録媒体に残されたデジタルデータを、法、な裏付けをもって調査、提供する業務のこと、いう訴訟案件が多く、 証拠の重要性が高いや、理科では、すでに主流になっているコロナ禍、オンライン化が進み始めたことで、日本で、活用事例が増え始めている。最近では、今年初、トバンクの元社員が、社外費の情報を転職先、楽天モバイルに漏えいした疑いで逮捕された。 イバー事件が記憶に新しいこのような事件。証拠が全てデジタルデータになってしまう。ため、デジタルフォレンジックの専門家でな。レバ事件を解決することが難しくなってし。うほかにも、メールや SNS を使った振り込み詐欺は、接動画のデータのやり取りなど、多くの差。 バー犯罪の解明に技術が活用されている。今、デジタルデータがどのように証拠として扱い。でて、どのようなシーンで活用されているの。専門家の話を交えながら、デジタルフォレン。区の最新事情をレポートしたい。